ヤッホーとまるでーす。はい、っていうことでね、今回はとまるチャンネル初のアニメのね動画となるんですが、それはね何かというと、2023年の3月21日火曜日から発売になったニーヤオートマタ放送記念くじっていうねくじでして、1回ね800円となっているんですが、まずラインナップのね紹介からしていきたいと思います。 F 賞ラバーストラップ、E 賞クリアファイル3枚セット、 D 賞グラス、 C 賞コインバンクブラックボックス、 B 賞 2B フィギュア、 A 賞アートフォルダーで、あのラストワンみたいな、ね、やつで最後に1枚引いた人がもらえる夜波賞っていうのが 2B フィギュアゴーグルオフバージョンで、エンタメチャンスが夜波賞の 2B フィギュアっていう感じです。はい、っていうことでね、初めてのニーヤオートマタのねくじを引いてきたわけなんですけど、もともと私このくじ発売するの知らなくて、 Twitter とかでリスナーさんがね教えてくれたくじなんですけど、ちょっとフィギュアのクオリティがねちょっと気になりまして、それで発売日の日にちょっとねコンビニに寄って景品どんな感じかなって見てみたら、フィギュアのクオリティがねめちゃめちゃちょっと高そうだし、めっちゃでっかいしっていうので、これ気になるって思って、とりあえずね何店舗かはしごして様子を見て、ちょっと条件のいいところでね参戦してきました。はい、ってことでね、今回私のお目当てはもちろんフィギュアなんですけど、 B 賞の 2B のフィギュアもいいし、夜波賞のねゴーグルオフバージョンの 2B のフィギュアもいいなって思って、できればね両方欲しいなっていうので、あの残り少なくて両方ゲットできそうなところをちょっと探してね、何店舗かねはしごをしたんですけど、そう、あの意外とね条件がいいところっていうのがねなかなかなくてね、結構苦戦したんですけど、まずはじゃあ引いてきた様子からねご覧いただこうかなって思います。どうぞ。
ってって大丈夫です。はい。何かしらもしあればって感じです。一番大きい袋で入らない、はい、入らないですか。なるほど。あ、じゃあなんとかします。ことで、そう、あのね、博士のね、紙がなんかついてるのかなっていうぐらいに、10回引いた時点で、上位かすりもしなくて、そう、もう本当にね、びっくりしたんですけど、逆に。結局ね、全部購入いたしまして、まあ、B 賞のね、2B のフィギュアと、はい、ラストワンの 2B のフィギュアと、C 賞のね、ブラックボックスも無事にゲットいたしました。前にね、ボークスさんからドールが発売されてたんで、キャラクター自体はね、知ってたんですけど、そう、あの、引いた時はまだね、アニメ見てなくて、でもずっとね、アニメ放送開始してから、ネットフリックスの 98% 私にマッチするアニメっていうので、ずっと出てたんで、今回無事にね、フィギュア当てたんで、ちょっと動画を撮る前に、一気見いたしました。もうめちゃめちゃ面白くてね、ハマったんで、ちょっとまあ感想とかはね、最後の方に言うとして、まずね、当たったものをね、見ていきたいと思います。よいしょ。はい、でまあ正直ね、結構個人的には爆買いだったんで、あのダブった B 賞とダブった解賞に関してはもう帰って速攻売っちゃいました。はい、なのでまあ残したものを紹介って感じなんですけど、じゃあまずクリアファイルからね、見ていきたいと思います。はい、まずこちらのね、9S の3枚入ってるのと、あとこのアニメでね、治療してた子たちのが入ってるやつと、はい、あとね、この3枚入ってるのと、そう、このこういうのね、で、あとこの 2B のやつとかですね。はい、すごいね、3枚って結構豪華だよね。で、ラストこんな感じで、ね、そう、なんと普通にね、コンプいたしました。はい、じゃらーん。はい、まあアニメ見てね、無事ハマったんで、あのクリアファイルコンプできたのは結構嬉しかったです。はい、で、グラスはね、こちらの柄とこちらのね、タイトルロゴのやつとこちらが残ってたんで、この3つだけね、グラス残しました。はい、で次、ラバストなんだけど7個だけ残しました。はい、こんな感じなんですけど、ラインナップが、うん、正直私まだそこまでね、詳しくはなってないんで、 2B かあと 9S が欲しいかなって感じですね。うん、パスカルとマシーンもちょっと欲しいんですけど、まあ、とりあえず 2B 狙いでいきたいと思います。 2B 来いを A2 ですね。はい、こんな感じ。まあこれはこれで嬉しい。次いきます。 2B 来いお、コマンダー、かわいいから嬉しい。いきます。 2B 来い、あ、ダブっちゃった。いきます。 2B 来い、イブですね。はい、こんな感じです。いきます。 2B 来い、リリーが当たりました。じゃーん、やー、嬉
嬉しい。その私6話で一気にハマったって感じです。うん、行きます。To be, to be, to be. 来い。お、アダム。ラストだ。ちょっと待って。To be も 9yes も当たってないっていうか、もしかしたら売っちゃった方に入ってた説あるね。やっちまったかな。行きます。最後。To be, to be, to be. 来い。お、パスカル。じゃーん。はい、こんな感じです。はい、っていうことで、W はね、こちらの A2 だけでしたね。うん。ちょっと待って、やっちゃったかな。はい、っていうことで、じゃあ次 A 賞をね、見ていこうかなと思います。1個だけね、残ってたんですよ。はい、行きます。オープンザーセサミー。こんな感じ。ちょっと待って。はい、こんな感じのイラストですね。はい。綺麗だよね、見て。綺麗なイラストなんだよ、ほら。こんな感じ。いいよね、うん、見えるかな、裏面も、はい、こんな感じでね、はい、はい、こんな感じになってます。こうやっているの、うん、でもすごいいい残りだったよね、うん、いい残りにしたよね自分で。さすがにあれで帰れるわけがないよね、うん、ってことでこちらのブラックボックス開けていきたいと思います。はい、あのアニメ見る前の時点でブラックボックス2個集めたいよねみたいなことをつぶやいてる人を見たんで、そうちゃんとね、じゃーん、はい、2個とも取っといてあります。うん、でもアニメ見てね、本当に2個取っといてよかったって思いました。うん、いや、いいね、いいね。しかも結構でかいよね。よいしょ。はい、こんな感じですね、こういうの。うん、ゴムになってる。はい、でこうなってるから、これさ、なんか他の人もね、みんな言ってたけど、こうやってさ、ライト入れてほら光らせることができるの、やばくない？これめっちゃいいよね。やばいでしょこれ。はい、でまあ一応ね、上にお金入れるところがあります。はい、まあ貯金箱として使うことは私はね、ないと思う。もう100均とかでライト買ってきて、中にね入れて光らせながら飾りたいなって思います。はい、ってことでもう一個も一応開けとこうか。はい、ってことでね、2つ揃いました。どうだろう、サイズ的にどう？ほぼ等身大ぐらいかな、こう出てくるやつで、ね、ほら、え、どう？って感じにね、ちょっと気をつけて扱わないとダメなやつです。こんな感じ、じゃー、はい、2個ゲットは嬉しい。うん、ネットフリがね、私がハマるって勧めただけあって、めちゃめちゃねハマりました。もう私もともとさ、ディストピア系大好きで、廃墟になった街とかさ、そういうの見るのも好きだから、そう、そういう系の映画とかもね結構見るし、もうほんと好みドンピシャな感じの設定のアニメでしたね。うん、はい、フィギュア開けていきましょう。はい、こんな感じです、箱。うん、いや、すごいでかいよねこれね。なんかバイオのゲーム買った時についてきたジルのフィギュアぐらいのサイズ感がある気がする。はーい、じゃらーん、こんな感じ。いや、すごくない？見てこの大きさ、すごいよね、めっちゃでかいし、あのでかいからといってね、クオリティが悪いとかもなく、はい、ちょっとこの造形ちょっとセクシーなんだけど、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じ。いや、めっちゃ良くない？見て。はい、こちら B 賞バージョンですね。うん、いや、いい、めっちゃいい。うん、髪の毛とかも綺麗、ほら見て。いや、いいねこれ、やっぱ。はい、ってことでね、ラストワン賞じゃない、ヨルハ賞もね開けて比べてみたいと思います。まだねアニメ8話までしか出てなくて見てないんですけど、ちょっとゲームもねすごい気になり始めました。うん、やってみたい。ちょっと、はい、こんな感じで、はい、もうめちゃめちゃね可愛くできております。はい、こんな感じ、わかるかな。うん、うん、え、なんかさ、目が出てる出てないだけかと思ったらさ、唇もね、なんか B 賞は閉じてて、はい、ヨルハ賞はちゃんとちょっと開いてるっていう感じで、ちょっとこの唇がね、めちゃめちゃあのくじの景品とは思えないクオリティですごいよくできてますね。うん、
なんか結構こういうリアル系だと口元の表現がね結構残念なフィギュアが多い中、そう今回めちゃめちゃいいクオリティだなって思いました。はい、こんな感じ。うん、どっちもめちゃめちゃいい出来、両方私は飾りますね。うん、一緒に並べて飾りたいと思います。はい、いやめちゃめちゃいい出来、つうかサイズもやばいしさ、まあ、正直私スクエニさんから出るくじリアル系ってさちょっと顔似てなかったりすることが多かったんであんまりね期待はしてなかったんですけども、これは多分今現在くじの景品で出せる最高レベルじゃないかなって思いました。うん、すごいいい出来、若干リアル寄りのねフィギュアでここまでクオリティがいいままくじの景品として出せるってかなりすごい気がするんだけど、すごくないこれ。いや、やばいやばい、このラス夜破傷の方めちゃめちゃ可愛くてやばいすごい、うん、このクオリティはすごいぞ。いや素晴らしい、いや引いてよかったし、なんなら爆死した後に全部くださいして本当良かったなって思いました。もう何の後悔もない、何の後悔もない2回言ったんだけど、そう、はい、ってことでまずはねじっくりフィギュアをねご覧いただこうかなって思います。それではフィギュアじっくりご覧ください、どうぞ。ことでもうめちゃめちゃねフィギュアのクオリティ高くて、そのもう素晴らしいなって本当もうこの一言に尽きるんですが、そのもうあの本当フィギュア当たってからアニメ見てドハマりして、こんなね素晴らしいアニメに出会えてすごい幸せをね今感じてるし、もうどこに飾ろうかなってワクワクがね止まらない感じではあるんですが、ちょっと一点ね後悔してることがあるとすれば、正直ここまでねハマるとは思ってなくてラバスとねフィギュアのおまけにつけてね売っちゃったのだけちょっと悔やまれますね。うん、占いでね
ね、手元残しとけばよかったなって本当思いました。もうここまで好みの世界観で、キャラクターとかも好みで、もうストーリーとかもね、好みのアニメに出会ったのが結構久々だったんで、ちょっと多分ね、ゲームもそのうちね始めるかなって思いました。本当ハマっちゃった。ちょっと今現在どんなフィギュア出てんのかとかめっちゃ調べちゃったハマりすぎて、あの6話のさ、ストーリーが私めちゃめちゃ好きで、そう、もう正直3回ぐらい見たんですけど繰り返し、そう、もうなんかね、あの30分とかの短い時間にあそこまでねクオリティの高いお話作れるってすごいなって本当思ってて、それでもうエンディングもね本当泣けるんだよね、あれね。そう、もう本当まだねニアオートマタ見てない人はぜひアニメね見てほしいなって思うし、止まるおすすめの6話をぜひ見てほしいし、田中玲奈ちゃんのね声優をぜひ聞いてほしいなって思いました。できたらね 9S もこのサイズでねぜひくじの景品としてね出していただけたらなって思います。はい、その時はまたねガチで頑張って参加したいなって思います。はい、ということで絶賛ニアオートマタにハマったとまるでした。